消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。よろしくお願いします。今回も試合の実況をしていきたいと思います。本日は2月に行われた翔平ズ VS、所沢サガさんとなっております。所沢サガさんはですね、以前本当に試合やったので、今回もね、元気よくみんなで怪我なくやっていきたいと思います。オーダーはこちらになります。はい、1番レフトに私ヒロトが入ります。11番12番に良平さん翔平さんが入ります。そして9番には YP ことユーポンが入ります。炎上 TikToker が入って、どんなね、プレイを見せてくれるのか楽しみです。そしてユーポンは初めてね、翔平ズユニフォームを着るということで、なかなか似合ってますね。このサングラスといい、翔平ズユニフォームといい、めちゃくちゃ似合っております。本当にね、いつも集まってくれるメンバーの方たち、本当に助かっております。本当にいつも来てくれてありがとうございます。そして、本当に途切れない打線を目指して勝ちに行きましょう。はい、早速見ていきたいと思います。まず1回の表です。どうぞー。まず1回の表、先発は技巧派高橋さんです。カーブとの使い分けが本当にうまい投手ですね。まず1球目、外れてボールとなります。これでカウント 1-3 となって、次の球が、外角外れて先頭にフォアボールを与えてしまいます。まあ、これはね、なんとかね、塞ぎたいと思いますね、翔平ズメンバー。はい、これ、ショート春日さんの元に行きましたが、本当に難しいハーフバンドで、ファーストもオフセーフになってしまいます。いやー、これはね、しょうがないですね。はい、次のバッター、中目を豪快に空振ってくれました。いいですね、ナイスイスイングですよ、相手チームも。これはレフト線ファールとなります。いや、高く打ち上げますね、このバッター。はい、次インコースにポーンと三振で、まずはワンアウトとなります。はい、次のバッターです。追い込んでからの、これはどうなんだと、はい、これを空振り三振となってツーアウトとなります。次のバッターです。このカーブ、わあ、チュンさん痛そう、これ。どうしたんですかね、大丈夫ですかね。手にバットが当たってしまいましたね、チュンさんの手に。痛いです、これは。本当に大事に至らなかったようで、本当に良かったです。ピンチをしのいだ後の先頭は、私、ヒロトが行きます。最近、翔平さんの核弾頭としてね、本当に1番で出てるので、本当打ちたいところですね。先頭出たいところです。まずインコースに来てボール、これも外れてボール、先頭出ますね。結構ね、先頭フォアボール出ることが最近多いので、本当にね、そういう仕事に関してはできてると思います。そして次が俊足和樹さん、元陸上部、めちゃくちゃ足が速いです。まず初球を見逃してストライクとなります。そのバッテリーミスの間にヒロトがサヤドへ行きます。これでチャンスになって、次のボールです。次のボールをフォアボールとなって、ランナー1、3塁となります。いいですね、翔平ズ、いい流れ来てますよ。和樹さんもね、早いんでね、盗塁してほしいですね。続くバッターは、俊さんです。本当に手大丈夫かなと思ってるんですけど、次の球ですね、大丈夫かな、大丈夫かな、俊さん。はい、俊さん、なんか当たる。なんか当たるんですよね、そういう日もあるんですけどかね。これでチャンス拡大、高橋さん援護できるのか。打ったんですけど、紙一重かな、セカンドフィンフィールドフライでアウトとなります。いやー、本当に紙一重だと思います。続いては好打者田島さん、ドカーンと、ドカーン、ドカーンと、
ドカーンと振り抜いた打球はいつゴーン、先制のグランドスラム。いやーすごいですね、まさかのグランドスラムです。いや幸先よくショーヘイズが4点取りましたよ皆さん。いやーナイスバッティング。これね実際はね田島さんレガシー、自分のレガシーで初打ちでまさかの満塁ホームランとなります。いやさすがです、田島さんさすがの一発です。春日さん続けるか、これはサードゴロか、これで一塁アウトとなります。これでツーアウトとなります。はい続く最年少ライルくん、はいこれがサードゴロとなってしまいました。相手チームもねスタートめちゃくちゃいい動きしますよ本当に。いや後続続かずもね本当にいいスタート消えましたね。2回の攻撃は久しぶりの参戦三浦さんです、本当に久しぶりにいました。はいこれを見逃していきますね初球で続くボールです。はい打ったセカンドゴロに倒れます。いやーでも動けてますかね三浦さん、久しぶりにしては本当にいい動きしてますよ。でここで関東修行中の YP ことユーポンが打席に入ります。なんなんだこの打ち方は。はいこれ高めに外れてボールとなります。続くこれなんだ、これはなんだ、おいしっかり振れよ、中途半端はいかんぞ。はいこれ関東の厳しさを教えてやりましたよ私が。これを三振にしましたよ。10番に強打者でもある破壊王、ドカーンとドカーンと、いやこれ伸びるぞ、入るか、俺が左中間オフェンスダイレクト、なあいいですね。いや翔平ズめちゃくちゃ調子いいですよ今日。チャンスで良平さん、これがセンター前に抜けるか、抜けた、タイムリーヒットとなります。これがナイスバッティング。いや良平さんね右方向にも打てるのでね本当にいいバッターなんですよ。12番に主砲の翔平さん、いやここはね翔平さん良平さんをね長打で返してあげてください、お願いいたします。はいこれは高め外れてボール。結構相手のピッチャー緩急つけてきますね、カーブとストレートで、いいピッチャーですよ。はいこのボール外れてボールとなります。これでさらに再びチャンスになります。このチャンスに私ヒロトが打席に入ります。はいこれピッチャー強襲で内野安打となります。いや最近本当に調子がいいんで、本当に右にも打ててレフトに打てるんで本当に調子いいです。続く和樹さんはキャッチャーフライとなって倒れます。アウトとなるもね、この回さらに追加点が取れてますね、いいですね翔平ズ。3回からマウンドにも破壊王が入ります。いやーこの間もねステイドリームスめちゃくちゃいいピッチングしてくれたので本当に今日も期待ですよ。はいこれ追い込んでからドカーンと、はい勢いある球がこれボーンってきます。先頭三振に切って取ります。ナイスボールです。その後内野安打とフォアボールでピンチになって、これがライトフライ和樹さんのところに行きます。これはしっかり取ってツーアウトとなります。はいこれね本当に抑えれば本当にいいピッチャーなんでね、抑えられるかどうか。カウントツーボールワンストライクからこのボールいい球いった、これはユーポン取れるか、うわー打球を見失い打球となってしまいます。いやこれはねもったいないミスですね、2点を返されてしまいます。これでも抑えるのが翔平ズのエース、本当にいいピッチャーなんで。はいこのフォーク空振り三振となってアウトチェンジ、ナイスボール、いいボールです本当に破壊を、いいですね。5回に入ります。この回からマウンドにはライリ君が入ります。いや見てくださいこのケツめちゃくちゃいいですよ、いいケツしますよ。剛腕を見せつけられるかライリ君。はいまず初球
いや、いいね。これ動いてるかな、微妙に。いや、いいボール投げてますね。カウントがワンストライク、スリーボールとなって、この球がフォアボールとなって先頭を出してしまいます。いや、本当に相手の左バッターかな、特に。結構選球眼がいいので、こういう際どい球を見逃してきますね。続くバッターは空振り三振もランナー進塁でピンチとなります。その後フォアボールとワイドピッチで一三塁になって、この球、はい、セカンド三浦さんがしっかりとキャッチしてアウトとなります。これでピンチをしのいで無失点と切り上げてきます。いい、ナイスピッチング、いいですね。ショーヘイズいいですね。追加点を取りたいショーヘイズは破壊王から、まず初球ワンストライク、破壊を打ってくれ。これは高々と上がった、ピッチャーかな、これはピッチャー落とす。これでファーストも落としてラッキー出塁。これは本当にでかいですね。続く良平さんは破壊を走った、このキャッチャーバズカー、ナイスボールです。いやー、相手のキャッチャーマジでいいキャッチャーでしたね。キャッチングもよしで肩も良しだったんで、いいプレイですね。良平さん、これ、高めを打たされて、サードフライとなります。いやー、これはもったいないですね。続く翔平さん、これもショートゴロ。本当に、相手のね、サードショート、めちゃくちゃ動きがいいのでね、機敏で本当に勉強になります。続く6回となります。追加点を取られた後の先頭は打順よく1番ヒロトから、はい、これどうだな、これどうだかな、これはね手が出なかったです。本当に素直に帰還してきました。無理です、手が出ませんでした。ツーアウトとなり3番俊さんはまたデッドボールかよっていうぐらい、本当になんか結構当たりますね。まあそういう日なんですかね。続く4番高橋さん、これがピッチャーゴロとなり、チェンジとなります。はい、次回後半戦となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。